ではゼノス殿下、こちらへ。最寄りの村までご案内いたします。この静けさ、いかにも墓場だ。もはや狩るべき獲物もなく枯れ果てて、陛下の命でなければ視察などせぬものを。あ、ご足労いただき申し訳ございません。先の戦であれほど腹綿をちぎってやったのだ。憎悪なり恐怖なり獣ごときでも覚えよう。それで化け物にでも変じていれば面白みもあるが、さて、必死に息を殺しているものを暴くだけの狩りは到底楽しみとは呼べぬからな。忍びの者かい。チッ、デクノボも連れてくるんだったか。お前も軽いな。憎悪を貯めてもこの程度か。まだまだ、カイエン様の仇、ドマの演習はこの程度ではない。献上された新たな刀を試すとしよう。切れ味が悪ければ貴様の悪運も尽きたと思え。ただし、脆弱な獲物では試し切りすらする気にならぬ。一心不乱に抜かせてみせよ。思い出した。貴様アラミ語でまみえた蛮族どもの英雄か。日いずる地にて生まれし、赤き輝き烈火となりて。日沈む地にて生まれし、青き輝きを食らわぬ。
なるほど、生かしたのも無意味ではなかったと。よいぞ。ならば俺のため晩策を尽くし、この窮地から生きながらえてみろ。この血を沸かし、この肉を踊らせるため生きるのだ。脆くたやすい倦怠極まる世界において、俺もまたそれを狩る閲楽にのみ生きよう。そこないね。貴様は試すまでもない。邪魔だ。そいつらから離れろ、帝国の犬め。貴殿たち、どうして。いけない、逃げるんだ。逃げない。今度こそ逃げるもんか。あんたたちのやってること大バカだと思った。余計なお世話だって思ったよ。だけど苦渋するたび苦しかった。言えなかったけど、守りたかった何かがあった。あんたたちを見て胸が痛むのは、その心がまだ俺たちにあるからだ。今忘れたふりをしたら、きっと二度と向き合えない。だから来た。もう曲げられるもんか。俺たちは最後までドマジンだ。愚かだな。いかなる理由があれ、無駄死には無駄死にだ。武器もろくに扱えぬ身で我が道を遮ったこと、その命でも償いきれぬ大罪と知れ。残念ね。彼らの覚悟は決して無駄じゃなかったわ。今のうちに逃げるわよ。豪雪、夕霧を。おう。こんな煙幕ごとき、誰でもいい、すぐに奴らを追いな。ゼノス様。
もう、お怪我は大丈夫なんですか？ああ、仲間の治癒魔法がよく効いている。それに、貴殿たちが手厚くもてなしてくれたからな。体はもう心配ない。よかった。私たちも、やると決めたからには、誠心誠意頑張ります。お二人ともお手伝いすることがあったら言ってくださいね。そんなに見つめておると夕霧たちに穴が開くでござるぞ。お主も何か声をかけてくればよかろうに。うるさいな。あんたたちこそ話すことがあるんじゃないのか。俺はちょっと村のみんなと話してくる。豪雪、アリゼイ殿、この度は迷惑をかけて申し訳ない。私ばかりではなく英雄殿の命まで危険にさらしてしまった。己の未熟さをいくら呪っても足りないほどだ。あれほど反対していた豪雪にはなし崩しで信念まで曲げさせてしまって。たわけ。お主は主がなぜあのような命を下したのか一度冷静に考えるべきでござる。すべては臣下と民を守るため。お主とてそこに含まれておるのだから、これに懲りたら少しは自愛せえ。結局あなたの熱意が人々を奮い立たせたんだから、そんなに気に病むことはないんじゃない。私たちに謝るくらいだったら、その分信じて付き合ってくれたその人に感謝するべきだと思うけど。まさしくその通りだな。本当に世話をかけた。どんな言葉を重ねても足りないが、ありがとう。無事でよかった。君たちがゼノスの暗殺に向かったと聞いたときは肝が冷える思いだったよ。助けに行けなくてごめん。アリゼに絶対に待機してろって言われてたんだ。私今ゼノスと対峙したら、たとえ勝ち目がなくても絶対に挑むだろうから、気を使ってもらったんだって自分でも分かってる。
何よ。そんなことより先のことを考えましょう。帝国も今は追撃をしてこないみたいだけど、こちらの存在と戦意が伝わった以上あまり猶予はないわ。戦いになったら戦力的に不利なのは明白よ。何か策を立てないと。さあ、参謀担当のお兄様、大いに頭を振るいなさいよ。そうだな、クガネに残っていろいろと模索をしてみたものの、エオルゼアからの援軍は期待できないだろう。時間がかかるというのもあるが、海に関心の低い帝国であれ、ある程度の戦力を乗せた船がエオルゼアから出たとなれば、気づいて阻害してくるだろうからね。しかしドマに駐屯している帝国軍の戦力も戦時下を脱している今さほど多くはないらしい。ハンコックとタタルが諜報戦に協力してくれた成果さ。ドマの民を中心に対抗しうる戦力を揃えて、帝国軍が陣を構えるドマ城を叩く。言うほど安くはないが、唯一可能性があるとしたらそれだ。であれば我らが主君ヒエン様をお迎えに上がろう。ドマの民にとってそれほど士気が上がることもない。こたびの暗殺計画によって民の志は十分に証明された。あの方にもはや首だけご帰還なさるわけにはいかぬと詰め寄ってやろうではござらんか。それから私たち自身も強くならなくちゃ。ゼノスに次こそ勝てるように。
そこまでの状態とは。さすがは万神バハムートを捕らえし者だ。すぐに飛空戦艦の準備を。責務は果たしたのだ。陛下もとやかく言うまい。アラミ語に帰還し、捕らえた獲物を見物するとしよう。単なる情報筋でしかなかった貴様の願いを聞き入れ、代理総督の座につけてやったのはなぜか。他の族衆への見せしめとしてドマをいたぶり続けろと命じられたからだ。その退屈な命令には貴様のちっぽけな怨念こそふさわしい。己の役目をひたすらに果たし続けよ。もしこの地の主導権を反乱軍に渡すようなことがあれば、二度はこの顔を拝めぬぞ。遠く遂げよ。できぬのならばドマンもろとも散れ。ヤツユ様、大丈夫か？ゼノス様はすごく怖いの。かわいそうに。反乱軍に噂に聞くエオルゼアの英雄が手を貸しているようだよ。お前さん、あいつと何か因縁があるんだろう？任せてやるから追いかけな。仲間ごとひねりつぶしてやるんだ。本当か？あいつと戦えるの？あいつはオラの天敵に違いねえ。今度こそ絶対にぶっ殺してやるの！